もうね、改札出た頃だと思うんですよ、到着した新幹線から。年は離れてますけども、ただ大変勉強させてもらってます。はい、もう大変もう勉強させてもらってます。で、井上さんも井上さんで石井さん石井さんみたいなこと言ってくれるんで、すごい嬉しいんですよ。さあ、東京のアナウンサーにね、石井さんみたいなこと言ってくれて嬉しいんですよ。ただそれが本心なのかどうか全くわからないんで、この名古屋ドライブで本心聞き出そうと思ってます。あ、来たかな来たかな、あれ井上さんじゃない？あ、あ、手振った、井上さんですね。おっと、Nスター井上貴博が名古屋駅前の交差点を小走りでやってまいりました。はい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 、おはようございます。どうもおはようございます。おはようございます。どうもよろしくお願いします。いや、嬉しいです。嬉しいですね。まず井上さんのファッションのチェックからさせてもらっていいですか？もう割と地味と言いますか？いやいやいや、もう小さくなったんです。言葉です。言葉ですか？シンプル、長袖 T シャツ、ズボン、靴、これで毎日やらせていただいております。いや、でも分かりますよ、いろいろもうインタビューも拝見してますけど、うん、もう洗濯の時間を減らしたい。あ、もう同じ同じ。呼んでくれたんですか？全部見てますよ。嬉しい、これが嬉しいんですよ、井上さんのね。そうなんで、井上さん、ここでそんな長いこと喋れない。車を借りたんで。いや、すいません、本当に名古屋案内します。楽しみにしておりましょう。お願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。すごい。行きます。すいません。すいません、相当忙しい。うーん、皆さんのおかげでね。いや、皆さんのおかげで。え、何歳？僕45。45。30。私37。石井さん結構、うん、ちゃんと敬語を使ってくださるじゃないですか。はい。ちょっと寂しいですよ、時々。あ、そう？寂しいです。なんかデートみたい。本当。何やろう、この初めての人が助手席に乗るのはやっぱ緊張するね。だから。大体知ってる人は助手席はこの。そうですね、確かに。助手席ってだから距離近いね。近い近い。車ってやっぱり独特やね。独特ですね。じゃあ行きますね。出発でーす。出発します。ありがとうございます、本当に。いやいや、名古屋駅前を出ますよ。ちょっと先輩の運転っていうのが新鮮です。TBS の先輩アナウンサーは敬語じゃない？じゃないか。敬語じゃないです。敬語じゃない。じゃないじゃないです。じゃあ今日は井上くん。はい。井上くんもその何最近の曲はな、なめんじゃねえ。あれあれよくない、やりすぎのね。あれ何やの。こんにちは、午後1時を回りました。 TBS アナウンサーの井上貴博です。もともと私はテレビがあんまり好きじゃないタイプで、だからテレビを変えたいって思い、あとは曲はななめんじゃねえっていうね、その思いが強くて、やっぱり同じ土俵で戦うべきなんだと。フリーの方とかタレントさんとか、タイローだっていつ首が切られるかわからない中で戦っている。だったら曲はなも同じところで戦うべきじゃないか。曲はななめんじゃねえってことは、誰に対抗してるかいうとフリーアナちゃうかっていう。な、で僕もちょっと2年前に辞めてね、はい、だからそこじゃ愛入れないんじゃないかと。大丈夫なそこは、お前らフリーアナしばくぞと。違う、あれは社内にもそうだし、うん、業界にもそうだし、うん、まあ、もちろん世間にもそうなんですけど、うん、曲穴が踏み台になってるっていうのがあるんだとすると、昆虫症っていうのはやっぱあるわけですよ。なるほどなるほど。いや、人が変わったんかなって思って、あの優しかった井上くんが曲穴なめんじゃねえ。いきなりどうしたんだ。いきなり何のスイッチ入れたんやろ。ああ、そう。じゃあ全然変わってない。でもそれで言うともうずっとありましたから。うん、内面にはずっとあって、それを出すか出さないかで、はい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 、そういう出す機会をありがたいことに最近いただけてるので、うん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 、それだったらやっぱり出して、いこうかなという。それで言うと井上くんが20代の後半に、浅唾美のもんたさんからバトンタッチして、1年ぐらいやってた、はい。いや、半年ですか。半年メインキャスター。こんな若いのに真ん中でね。すごいことやってんなと思ったよ。あれが原点です、やっぱり。あそこでお前じゃ立たない変えないっていう烙印をされたんですけど、いやいや、僕の中では、うん、この数字だったらいけんじゃねえかってずっと思ってたんですよ。でもこの視聴率はダメだということを言われた、うん、やっぱりタレントさんとか事務所の力とか、うん、いろんな行政面がないと、うん、これは立ち行かないんだということをまざまざと見せつけられたのがあそこなので、うん、だったら曲穴と商品価値上げてなめんじゃねえ、絶対曲穴で真ん中取るっていう。それか、僕ともうこうなんか 俺頑張るぞ頑張るぞでもうずっとアクセルフルスロットルで来て、でなんやもう俺が曲穴変えんねや、もう TBS を変えるんだみたいな、ちょっとアホみたいなこと言って、ほんとアホ、ほんとだからもうほんまった中学生みたいなこと言って。
それでビビットをやったでしょ。そうですね。でそこで初めてメガネをかけて出たでしょ。はい、26、7の時に、あ、すごいな、この人って思った。もしかしてこの人、かっこいいじゃんって思った。でもビビット出てメガネかけて、ある日なんかこう、どなたかタレントさんにいじられて、チャイマンネントの3枚目を見せた瞬間があって、もうこの人が3枚目まで見せるようになったら、えらいこっちゃって思って。だからどっかでスイッチ変わって、なんか、今はもう別にね、なんか3枚目出せるやん。いや、それはちょっとカッコつけてるとこまだあるよ。あるあるって言って言って。ちょ僕ね、崩したいんです。ちょっとええカッコしいとか。それは残しといて、東京シティボーイズ。シティボーイズはね、僕ら関西。出た出た。もう、毒され地方アナはそれでええねん。東京シティボーイズは残しといてほしい。対立軸ですよ、この対立軸。ほんまに。なんか、アナウンサーはこうあるべきみたいなのがどうしてもありません。意見を言うなとか、丸く、それで優等生みたいな。なんか、そこにすごく疑問をずっと感じた。別に学級委員長じゃないやつがいても良くないか。石井さんも、ものすごくその像を変えてるじゃないですか、ボスまで。そうかね。あ、そう？絶対にシーンとしてる橋下徹さんがうわーって書きました。その後に、堂々とボケるじゃないですか。そんなアナウンサーいないですよ。あ、やっぱりあのゴースマの司会スタイルって、あれ石井スタイルですよ。どう考えても。あのね、井上さんね、あの、ざるを得ないんです。はい、どうぞ、みたいなとこあるんで。で、もちろんコメンテーターの皆さんの力頼りなんですけど、だからもう、闇雲にやったら、そういう形になった。だから、やらざるを得ないんで、毎日やってたら、ああいう形に修練していったっていう。ことなんかな。でも自分でできてるとは当然思わないですよ。でもあれは石井スタイルとしてもう確立したし、そこは僕の中でリスペクトはずっとあるので、僕の場合ゴゴスマはやっぱりスタジオトークが多いので、はい、コメンテーターの皆さんに気持ちよく喋ってもらう、もうただただそれだけのパターン。ちょっと待って、井上君、今名古屋城完全スルー。嘘嘘、嘘、話夢中で全然名古屋城を見た。名古屋金シャチ見えてた。まあ要はもうまた写真で見てる。N スターも3時間毎日。3時間です。3時間スタジオ切り盛りっていうのは何一番大事にしてることっていうか心構えは。多様性が必要だって言ってるのに、多様性なくなってませんかテレビって思うことがあって、はいはいはい、ちょっととんがった発言とか、テレビではなんかないような意見を、行ってみようかな。ネットの声とか見んの？全部見ます。全部見る。石井さんも全部見ます。いや、まあでも、ちょっと、ゴゴスマリアルタイム検索ぐらいよ。はいはいはい、それぐらいよ、はい。でもなんかあんま悪く書かれてないね、井上さんはね。いや、最近、あの、意見も言うようになったので、まあ、そんな意見言ってんじゃねえっていうのはもちろん言ってるし。調子乗んじゃねえ、井上って。こういう調子乗ってんなっていうのは、言われます。どうやって消化すんの、それは。なんか RPG みたいに考えていて。ロールプレイングゲーム。人生、なんかこの曲穴の。なので、あ、こういうことを言うと、こういうクレームが来て、あ、このダンジョンはこういう敵が来て、どっかで楽しんでる。石井さん、クレームの対処どうしてます？クレームのね、あの、いなし方はね、はい、あの、そうなんですけどね、で、受け止めん、ね。石井下手でば、そうなんですけどね、明日も頑張らせてもらいますって言うと、なんかすごい全然ね、あの、引っかからないというかね。石井さん器大きいですよ。いやいやいや、おちょこよ。ホラン千秋さんとかはどうなんの？ホラン千秋さんも、まあ本当ストイックな人ですから、ものすごく僕は頼りにしてますし、でも助けられてますね。何を言ってもホランさんがバランス取ってくれるし、着地させてくれるなっていう、もう絶対的な安心感あります。うわ、ほんで付き合ってんの？付き合ってんの？井上君何なの？付き合ってたとしてもここで言うわけもないですよ。せやね。プライベートはどうなの？37のプライベートは。でもね、ようやく結婚願望が本当に出てきたんです。なんでそれは？ちょっともう寂しくなってきたんでしょうね。一人。あとあれかな、やっぱり一人で戦ってるから、こう、Nスタがすごい人気で、癒されたいみたいな気持ちかな。今までは、なんか結婚に逃げるな、みたいな自分がいたんですよ。はあ。だから結婚願望とか結婚したいとか言ってる場合じゃないだろ、お前。もっと仕事頑張れ、とかっていう。ストイックやな。いや、もうバカみたいな考え方があったんですけど。最近はやっぱりその家庭、そういうことでもないなって、もう家庭いいなっていう、で石井さんのご家庭とかの話を聞いてると、純粋に素敵だなって思う。いやいや、そんな本当に、そんなほんま、それでも本当だって、ものすごくいい家庭じゃないですか。え、自分で言うのはあるかもしれない。それはね、井上さん、
それはあのインスタグラムの写真1枚と一緒よ。素敵なとこしかね、あの見えません。そんなサザエさんみたいな家庭はないと思うよ。そっか、うん、でもそんなそのちょっと結婚 したいなみたいな結婚願望が今昔ゼロやとしたら今どれぐらいまで来た数字で言うと。いや本当にゼロだったので、うん、それに比べるともう100近いものを感じる。あのいや体感としてはね、すごいな。だからこんなん聞いてるのかな今井上さん。人おんの付き合ってる。の こんなコーナー全然もう全部入ります。の、うん、去年お別れしましてコロナ禍で悲しい。そうか。そうでもその時はまだ結婚がもうそんなないし、うん、だからそんなに思ってなかったんですけど、これ本当不思議なので、うん、結婚願望が出始めると今度は臆病になります。付き合う時にもう結婚前提にってお付き合いしたいなとか考えると、うん、その一歩が踏み出せなくなってどんどんこじらせ慎重になって、そうつまり78時まで一緒にいる人、はい、ちゃんと、いうことを考えると結婚前提と申し上げていいのかなみたいな。はあ、でもモテるわけでしょ井上さんは。井上貴博。それで言いますと、うん、曲穴にしてはモテねえなって思います。あれ曲穴ってもうちょっとなんかアナウンサーってもうちょっとモテていいんじゃないかな。ああそうなん。僕の持論、はい、アナウンサー男性アナウンサーモテない説これあんねん。なんでなんで。これもうちょっとモテるんじゃないですか。いやそんなもんね、あのアナウンサーにでもなろうかいう男かる、ね、それを同じ保険地獄ギンギンで僕の話聞いてよっていうそんな人誰がモテるのです。そんなめんどくさい人間やっぱ結婚できないよ。いやそれはやっぱめんどくさいと思う。幸せって三段積みらしいよ。三段積み、あのピラミッドこうやって、はい、幸せの一番下の土台は健康やと、はい、健康で真ん中があのやっぱり家族とか仕事仲間の結びつきで一番上のちっちゃい三角が仕事の成功でこれで幸せだから今言ってたその真ん中ゾーンの幸せもちょっと大事やなと思い始めてるってことです。いやおっしゃる通りです ね僕ら一番上の幸せしか考えてなかった。あんた一番上しか一番で曲穴舐めんじゃねえ。もう何なんだよ。一番上のちっちゃい三角ばっかり追っかけてたんや。そればっかりです。今ほんなら楽しい毎日。あの、16年目にして初めて、この仕事の面白みを少し感じられたことに感動します。どっかで。うわ今まですごい、本当にずっとなんか地べた、張ってた気持ちなんです、自分としては、その中でようやく少しだけ、あこの職業って面白いかもしれない。へえ、来たね。石井さんってその、なんかその最初の起点みたいなのって何ですか、今思い返すと。小学校3年の阪神優勝実況、あれを聞いて、あ、喋りってすごいな。で、みんなの前でやったらなんか受けてくれたっていう、はい、その体験をずっとやってる。僕が一番最初にアナウンサーで刺激受けたのは、根本美桜さんなんですよ。おお、朝ズバの。朝ズバのお天気。美桜さんと、やりながら、あしらいながら、最後の1秒まで、無駄なく喋り切るんですよ。おお、それ一回聞いたことあるんです。あれどういうことになってるんですかと。なんなん言って。いやでも私はもともと仙台でやっていたから、1秒でどのくらい言えて、5秒だとどのくらい言えないのかっていうのはもう分かってるから、あれは自然にできるよっていう話をされた時に、おお、すげえ。これは東京でノーホンってやってる人間全員負けるぞと。おお、ちょっとここで一発頑張ろうってなったんやね。それでもう全部の録画取り寄せたり。だ僕あの朝ズバの終わった最終回の後の打ち上げで曲穴舐めんじゃねって言ってるんですよ。ほんで今は真ん中でやって校長で結婚がもう出てきたし、もういろんなやりたいことが油乗ってる証拠やな。まあ、いやありがたいですよ。Nスタという3時間の番組の魅力はもちろん深い取材 VTR、もちろんスタジオのそのホラン千秋井上貴博の掛け合い、まあホランさんとそんな、その部分を話したっていうのはないんですけど、番組オープニング始まって、いきなり怖い顔してニュースを読み出すのがニュース番組だと思うんですけど、なんかちょっと違和感があったんですよ。なるほど。空気感とか、やっぱり笑顔が、じゃないか。それであのオープニングトークになってるんだ。あれ無理やり。あれさ、オープニングトークって何打ち合わせしてんの？あれ全くしないです。すごい。むしろ全くしたくないんです。で最初は視聴者からも言われますし、スタッフも早くニュースやろうよ。ああ、そのオープニングトークしてる場合かと、勝手にこっちがやってるんで。井上さんあれやな、いろんなこの決まってたことをバーンとぶち壊してんねんな、ちゃんと。ほんで、ゴゴスマのスタジオとつないで1分やって、
で「N スタ」ってすぐオープニングやん、はいはい、あれも言ったら打ち合わせないですもんね。そうですね、あの直前のコマーシャルで「そうです、今日はどんな話するんですか、はい、あ今日なんかあのファーストフードの新商品です、はい分かりました、じゃあ後ほど1分で」でこれでやってるもんね。そうそうそう、ちょっとあなた名古屋ドーム、名古屋ドームようやく GoPro が役に立つ。そうよ、これよ、バンテリンドーム名古屋という名前になってる、ね、そうだ、ね、バンテリンですね。そうだ、そうこれです、初めてです。初めて、はい、ドラゴンズ高校球児だから。僕はどこ、ショートです。僕も野球やってるとこから、うん、チームのためとか言ってんじゃねえって言ってました。なんであなたのエラーで負けたんでしょ県大会な、言うてたやん。そんなこと言ってるから、うん、僕のエラーで負けるんですよ。なんでそんな性格になったんやろね、井上君。なんか、ね、僕なんかもう推定言うてやってるから、そこまでいけるのが、うん、これはだから、ね、それはすごい、ね、そこまで普通ね、いけない。それみんなだって、みんな人間、すごい好かれたいから。それを、100そうやって言えて、はいはい、っていうのは、やっぱ石井さんのその、これはね、懐の深さ。毎日放送の福島くんが言ってた、アナウンサーっていうのは2パターンあると。はい、商人パターン、はい、アキンドパターンね、商人。はははは、それと、職人パターン。この2つに対別できるって言って、石井さん、どない考えても商人パターンで、すまへん毎度お気に入りやなと、はい、で一方でスポーツアナとか含めやっぱり職人でね、はいはい、やっぱりアクセントきっちり、うん、もう実況もストイックにっていうどっちかに分かれると、うん、井上さんなんかだからそれで言うとどっちだろうな、職人だろうな、革命家みたいなもんじゃん。革命家のファンファーレやもう。いやただ言ってるだけですよ。本当に言うは易しやけどね、できるっていうのがすごいから、そうやったがゆえホランさんとの息も合うし、ホランさんとのフリートークゾーンも増えていったんだろうし、そうですね、そうですね、目指すはどういう感じ、もう N スタをもうやっぱりあと5年10年やって、想像はつかないことやりたいです。自分のできなそうなことやりたいし、ほんまに自分がやりたいっていうことはもう想像の範囲内やもんね。そうなんです。なんか他の仕事やるってあります？僕、はい、もう考えられへんねん、こんな楽しい仕事あれへんやんって思うからやめられないです。その、うん、上を目指したいっていう、その飽くなき、井上さん、上目指したいとか私ほんまにない。本当に、ただただ目の前の仕事、ただただそんな、なんか俺は東京移るぞ全国ネット、ない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 、気がついたら東京に移ってた、大阪に移ってた、もうそれでありがたいですいう、それだけ。井上さんだからもうギンギンやん、その向上心が。ギンギンです。やったるぜいうやつやん。でも N スタのスタッフと周りのスタッフに、うん、あと会社で言われます、うん、井上なんかちょっと変わったねって。そういうのピリピリしてましたから会社でも。何をそんな言うの。僕はだから前々から井上君にね言うてたよ、なんか俺会社変えたいんですとかな。もうええねん、そんな目の前の喋りに集中しなさいと。でもそれがだいぶ弱まってきたってこと。どっかから愛社精神がすごく出てきて、はあはあ、僕今まで会社のためとかもう、うん、口が裂けても言うなみたいなこと思ってたんですよ、はあはあ、でもそんな自分が、うん、今本当に純粋に会社のためとか、うん、まあ、後輩のためはまあ今までも思ってましたけど、うん、なんか社会のためとか、ああ業界のためとかっていうのは、うん、思いますし、ものすごく感謝です。で石井さんって自分の負の感情とか、本畜症みたいな感情って どうしてるんですか。本畜症感情がないんかな、ないやろ。それすごいな。いや、逆にこうやって車運転してて、はい、前の車、信号で赤で止まった、はい、でなかなかピタって止まらない車とかあるやん、はいはいはい、ありますね。でもう早止まりいいなとかの負の感情はあるねん。でもその仕事とかその番組に対してうんっていうのの負の感情はない。それだってみんなね思うことそれぞれやから。あ、N スタ何年目。5年丸5年、6年目ですかね。で6年目になって37歳、はい、8歳になると、はい、割とこう年下のねスタッフの皆さんも増えたりなんかして、ちょっと井上さんには近づきがたい、井上さん話しかけるの怖いとかなってんちゃう。大丈夫、それあかんで、ほんとあかん、うん、だから僕はでもそのもともと若いスタッフに頑張ってもらいたいっていうのがあるんで、うんうん、で上のスタッフには盾つきたいけど、うんうん、若いスタッフにはもう企画出してほしいし、うん、ちょっと待って、盾つかんで上のスタッフも下のスタッフもみんなでやってよ。上にわざわざ盾つかんでね、もうそこが怖いわ。僕だからそう思っちゃう。あの石井さんの書籍読んでて、うん、あの誰に対しても挨拶、そうよ、でそれは聞こう、うん、でそれはもう絶対そうだと思うんですけど、うんうん、挨拶したくない人にはしなくていいからですもん。しといたらええねん、もうしといたらええねん。そこはもう自分のな、もう無でやったらええねん。いやでもそうなんや、そうなんやね。だからもうそれがね、ガキなんですよ、そういうところ。いやいやいや、井上君本
出すんちゃうの、はい、伝わる力、伝わる力、どんな本ですかこれは。基本的には伝える伝わる、うん、こういうことを考えてやってますっていうことなんですけど、うんうん、その中身は生意気なアナウンサー何考えてやってるんだっていうところをだいぶ出させてもらいました。ちょっと開けてそこ井上さんの出てくるのが自分のが出てくる、もうさこんな小道具まで自分のが出てくるから石井さんの本も結構正反対のこと書いてたりするので、うん、あ、じゃあもう本音を書いて、はい、これを読んで、うん、井上貴博という人間を嫌う人が出るぐらいの、うん、文章を書きたいと。うわわわわ、あのバランスは取りたくない。こんな考え方がちゃうのになんでこんな楽しいんやろね、喋ってて。考え方が違うからなんだと思います、うん、石井さんの本もそうだし、うん、他の出てる番組の発言もそうだし、うん、だから面白いし、うん、勉強になるんです。はあ、視聴者様に最後井上君、うわ、お伝えして。いや、いつも本当にバトンをつなげてもらっている、はいはい、この縦のつながりを感じるって、はい、あるようであまりないんです、はいはいはい、やっぱり同じ曲、うん、同じ系列で、うん、縦で朝から夜まで放送させてもらってますけど、はい、やっぱり個々で競い合うみたいなところが出ちゃう。あ、そうだ。でもそれが初めてそういうのがなく、うん、本当に前からのバトンがありがたくて、うん、そのバトンを次に渡していこうって初めて思えた番組なので、はい、本当に感謝しますし、お世話になってます、ね、いや、それはひろみさんのおかげ。昼帯午後スマ N スタ TBS JNN の午後は昼帯午後スマ N スタぜひっていうことですね。もうこれはね、今度だからめぐみさんとで僕らの時代出ようよ。出られへんから、フジテレビ。そんなに簡単に言ってくれるの。